ちょっとね、本題は別にあるんだけど、ネタで高橋さんこれあげるってこれなんだと思う、これもうハンダゴテと言えば高橋さんでしょみたいな、これ一回使ってみてっていうんで、これね、なんかちょっと変わってるでしょ、ほら結局ここの後ろからハンダの線を刺して、こっから出して、でなんか使えるみたいな、こうやってなんか送るのかな、ハンダを本当いけんのかな。まあでも、もし本当にこれが使い勝手がいいなら、これいくらって言ってたかな、すごい安かったらしくて、だこれね、60ワットなんですよね。今60ワットだとちょっとね厳しいんですよ、ラジコンには。やっぱりね、80から100はね欲しいんですよ。ハンダがうまくいかないっていう方の多くに、やっぱね、単純にハンダのパワーが足りないからうまくいかない方が多くて、で、あ、そう、今ね、で、あのね、うちの桜井さんいるでしょ。桜井さんがね、毎日ちょっとずつハンダを練習して、将来的にはお客さんのハンダをできるぐらいになってもらおうかなって今ちょっと計画してるんです。その成長の様子をね、ちょっとね動画で撮っていけたらなっていうのは思って、まあそれはいいですわ。ちょっとまず、あんまダラダラやるとほら本題が喋れなくなるから。え、何これ、あ、はい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 、こうやって送っていくのね。あ、来た、あ、来たわ。あ、暖かくなってきた、わ、あの、真似しちゃダメです、今私やったの。私はね、あの、ハンダのプロだから、特別な訓練を重ねた上で今のこれができるので、皆さん絶対やっちゃいけません。これ、でも、まあ、そもそも60ワットだから、モーターやるのはマジ厳しいですね。やっぱね、私やるんでも、パワーがない、そもそも熱量がないハンダごとでやるのは、どんな技量があってもやっぱ厳しいっていうのはあるので、やっぱね、ハンダがうまくいかないって方、とにかく熱量のあるハンダごてをまず入手してください。あのラジコンでやる場合ね、80ワットから100ワット相当のハンダごてがね必要になりますね。いいかな、おお、溶ける。ちょっとやってみようか。ちょっとごめんなさい、見えなくてごめんなさいねこれでカメラ出すの面倒だから。あれちょっとマジ？正直言っていい？これバカにしてたんですよ。で、あの、こんな使えねえぜっていうネタにしようと思ってたけど、これいけるよ、これ。私はもう慣れちゃってるから、これなくていいけど、この送るやつ。これ便利だわ。これね、60ワットタイプのところにね、チェックが入ってるでしょ。ここね、見えないから、ここね。これ100ワットまであるんで、これラジコンならね、80とか100あれば、これいけるよ。マジこれ。ちょっと驚いたわ、これ。これいただいたのがね、このネタに使ってっていただいたのがね、タロちゃんってね、京都のこんな大きい人なんですけど。タロちゃん、これちょっと私、ハンダマニアとして黙ってられないから、100ワットね、100ワットのやつお金出すんで、ちょっと買ってもらっていいですか。まあでもね、全体的な作りはチープですよそれは間違いないチープだし、なんかね、あんま長持ちする感じはしないね。皆さんこんにちは、赤川隆です。今日はですね、皆さん YouTube 活動を頑張ってねやっている津田くんとゆうくん、ご存知ですか。山口県でね、あの YouTube の方ね拝見して、いや本当この人たちバカだなと最初はねアホだなと思いながらね、前ね以前ご紹介したことあるんですけど、とにかくね、その世代がちょうどね、多分30歳ぐらいかなと思うんですけど、ラジコン業界で本当抜けている世代なんですよね、一番。私たちのね、この昭和40年代生まれとか、あともしくはその2世たちっていうのは、まあ比較的世代としてはいるんですけど、ちょうど今30歳ぐらいの、ね、年代っていうのは、このラジコン業界、かなり少なくて、いないとは言わないですけどね。その彼らね、まあ、かなりね、いろんな経験をしてきただろうなと。まあ、やんちゃな悪いこともね、いっぱいしてきただろうなっていう彼らが、あの純粋にラジコンにはまって、一生懸命やってるっていう姿が、私、嬉しくて楽しくて、まあ、応援してるってのもあってね、まあ、彼らの動向をよく、ね、見てるんですけど、特に最近ね、結構ね、レースの方にはまってきたみたいで、2人でねレース結構チャレンジしてるんですね。特にタミチャレとかね出てるんですけど、この間割と最近の動画でですね、彼らがもうダメだとオワコンビだと2人
人でオアコンビだっていう話を見てね、それ見て面白かったんですよね。でまあそれはそれで、ね、動画としてね、で私も自身もその自分のね昔のことをやっぱりね思い出したとか、今の彼らの心境とか思いとか、ね、自分の過去のことを思ったりしてて楽しかったり、あと実際ね同じような環境にあるお客様とかねの様子なんかもね被るとこいっぱいあって、まあそういった意味でね、まあ、彼らのテンションとかね雰囲気とかも含めて楽しませてもらってるんですが、まあ、彼らがね一つちょっと困っていたことがあったんですよ。悩んでいたことがあったんですね。でこれですごくありがちのこと で私は状況が手に取るようにね分かったんですけど、まあ、せっかくなんでね、で同じような悩みとか抱えてる方とか、あとこれに関するご質問もめちゃめちゃ多いってのもあって、題してね、あの津田君ゆう君に捧げる動画としてタイトルとしてねお話しますけど、まあ、同じような悩みを持っている方に私がちょっと解決できたらいいなと思って、一応アドバイスとして、ね、このラジコンをやってきた先輩としてねこうお話しできるといいなと思ってお話しするんですが、それ何かっていうと、まあ、動画の中でしきりに言っていたのが、レースに出始めたらもうね速い人たちとのグリップが全く違うっていうお話をしていたんですね。で直線スピードも違うってお話をしていたんですね、まあ、特に強調していたのはグリップのことかな、まあ、このグリップレベルによって直線スピードも変わってきたり、まあ、あと速く走る、その直線が速くなるっていうのは実はかなりいろんな要素があって、それを全部積み重ねでその差が生まれるっていうのが速さなんですけど、その一つにそのタイヤのグリップのこともあるんですね。まあ、彼らの、ね、動画もし見てなかったら、ね、ぜひあの楽しく見ていただきたいんですけども、まあ、とにかくレースで始めたらもう上位者とのグリップが違いすぎると。でこれね結論を言います、ズバリ言わせていただきます。で経験豊富な、ね、上級者さんだったら、まあ、私と同意見だと思うんですけど、走らせ方なんですね。まさかって思うでしょ。ところが、まあ、言ってしまうとやっぱ走らせ方なんですね。で一生懸命走っているから走らせ方であんなにグリップ変わるわけないじゃないっていうふうにね思っちゃう方も多いと思うんですよ。でも現実的には特にねカーペットコースで出やすい、まあでもアスファルトで出ますよ、でもどこでも出るんですが、特にカーペットコースで出やすいんですけど、タイヤの限界を超えたところを使ってで走るんですね。でちなみにですけど、まだまだ経験浅いとグリップとのインフォメーションを捉えられないんですね。当然ですよね、まあ、本当は捉えられるわけないんですよ。ところが人間ってすごくって、もう本当鍛錬したり毎日遊んでることによって本当にそのグリップのインフォメーションが伝わるわけないのに伝わってくるようになるんです。よく私は、ね、よく G を感じるって言うんですけど、これは本当になるんですね。これは他のトップドライバーにしてもね同じお話するんですけど、 G は感じますし、トラクションとかインフォメーションとか伝わってくるようになるんですね。でそれが伝わらない段階ですと、どうしても無駄握りとか、そういった話になるんですね。そうすると特にカーペットコースで起きやすいのが、タイヤの表面に毛がついたりとか、あとねタイヤの表面研磨されていったりとか、スタートした直後タイヤちゃんとタイヤ処理をして出ていくと、スタートした直後と多分変わらないんですけど、後半になってくるとそのドリフトのような動きですね、タイヤをたくさん無駄にこう変えてしまったり、こうスライドしながら走ったりっていうのを続けると、あとラインを外すっても当然あると思うんですけど、どん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 タイヤ食わなくなって、どん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 制御不能に陥っていきます。実は最初の1コーナーの段階でもそのタイヤの路面とのインフォメーションを捉えてるか捉えてないかでグリップ感っていうのは変わるんですね。もちろん経験豊富な上級者さん、ベテランさんになるとタイヤの食わせ方、同じような条件、例えばこのパーツクリーナーしか使えませんよってなっても、そのタイヤ処理の仕方とか持っていき方で、ね、あのグリップ感っていうのは変われるんですよ。あとはまあ例えば、ショックとかね、車高とかオイルとかのセッティングによってグリップ感っていうのを変えることができるんですけど、でもそれは実はごくわずかなところで、本質的には走らせ方なんですね。でもしねそういう状況があったら、一番分かりやすいのがそのタイヤをそのままそのままそのマシンをですね、
その走っていた速い蒸気車さんにお渡しすると、あれタイヤ食ってるじゃんっていうようなね動きにきっとなると思います。もちろん例外もあったりそうじゃない状況もあるかもしれませんが、まあ、私のこれまでの経験上、いろんな、まあ、自分が経験してきたりね、いろんなお客様のいろんな状況を見ている限り、もう大体の場合走らせ方によって変わってくるので、じゃあそれ捉えるためにどうしたらいいのって話になると思うんですけど、やっぱりね、とにかくたくさんラジコンと戯れてたくさん走る、レースの経験もたくさんするっていうのにやっぱね尽きてくるかなとは思います。まあ、私は皆さんのねお役に立てるように、こう基礎練的な動画とかですね、こう突っ込みすぎないとか、こういう走りのイメージとか、そういう動画もたくさん出させていただいてますけど、結局理解しても自分の体験とともに、一緒にこうイメージも、技術も一緒に成長していかないと、そうやすやすとはねやっぱ身についていかないっていうのは、それはまあラジコンだけじゃなくてね、長く人生経験生きていらした方なら、こう新しい物事をね覚えていくっていうのは一朝一夕でできるものではないっていうのはね、よくご存知かと思います。ラジコン感ももちろん同じでですね、まあ、とにかく焦らずにですね、ただ本当彼らはねすごい楽しんでいたのでね、それも含めてものすごく楽しんでいたし、大事なのはそこでね、車が違うんだとかノウハウが違うんだっていうふうにそっちの方向に意識をいかないことが大事です。ちゃんと順調に上達されたいということであれば、ご自分の走り方とかそういった方を見直していく方に力を注いでほしいなっていう思いもあってね、そこで車がどうのってずっと触っていくと、またねちょっと本当成長の妨げになったりとかね、でっかい壁があってそこを乗り越えれなくなったりっていうのも、そういう状況も私見てきたりもするので、まあ、津田君と優君にこう今お話しましたけど、まあ、同じような感覚とかね心当たりあるって方もね、成長の段階で私も当然ありましたし、実際たくさん見てきてますし、ご質問もありますし、もし、そういう経験されたらですね、今日の私のお話をですねぜひ参考にしていただいて、ラジコンを楽しんでいただきたいなと思って今日はねお話をさせていただきました。まあ、このようなね疑問とかお悩みとかってねたくさんあるかと思います。その直線速度の差についても、まあ、以前お話したことあるんですけど、またどうしてもということがあればね、また改めてこうお話しさせていただいてもいいですし、皆様はねなるべく快適に、楽しく速くなっていけるようなお手伝いとか情報っていうのをね提供していければな、していければなと思って、本心で思っておりますので、お悩みの際はご連絡いただけたらなと思う次第です。はい、それではですね、今日の動画参考になったと思っていただけましたら、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。非常に励みになります。またレディオガガのウェブショップございます、そちらの方もチェックしていただけますと本当に嬉しく思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。